こんにちは、シーバドです。今回はですね、高額な変わり種エフェクターをお借りしたのでご紹介させていただきたいと思います。なんとこのエフェクター 43,000円と、普通にマルチエフェクターとか買えちゃうぐらいのコンパクトエフェクターなんですけれども、メーカーはオーラスオーディオ、ここに書いてますね。ヤヌスというエフェクターになります。これオーラスオーディオさんはなんか独特なデザインでちょっと変わったエフェクターを多数出されておりまして、どれもこれもなんか気になる存在ではあるんですけれども、今回のこのヤヌス、ご覧ください。もう見るからに変わってますよね。まあ、特に変わってるなというところがこれでしょうね。ジョイスティックが2つついている、なんかゲームのコントローラーみたいな感じになってます。なんじゃこりゃというふうな感じなんですけれども、2つのエフェクトが入っておりまして、ここにスイッチが2つありますね。左側、こっち側がトレモロ、そして右側がファズになってるんです。まあ、トレモロとファズってわざわざこの2つを1つにする必要があったのかなっていうくらいちょっと疑問な組み合わせですよね。まあ、その不思議さがまたたまらないというふうな感じなんでしょうけれども、やっぱ変わってるなというふうな感じがしますね。説明書があるので、まあ、操作方法を見ていきましょう。じゃんというふうな感じで、このジョイスティックなんですが、トレモロの方は横軸がデプス、トレモロの効き具合ですね、深さですね。で、縦軸がレイト、まあスピード感的な感じですね。そしてファズの方は横軸が歪みで、縦軸がトーンというふうな感じになっております。まあ、説明書を読んでいくと、トレモロとファズは個別に使用することができますが、同時に使えば動きのある分厚いテクスチャーを作ることができますと。で、まあこのテクスチャーとは何ぞやと思って調べてみたんですが、まあなんか質感みたいな感じのイメージらしいです。なので、まあ音の質感をこのジョイスティックで楽しんでくださいねというふうなことなんだと思います。まあ、では早速ですね、ちょっと鳴らしてみましょうかね。では音を鳴らしていきたいと思います。アンプはこんな感じの音、マーシャルの800で鳴らしております。ではトレモロ、ジョイスティックはど真ん中で鳴らしてみましょう。このジョイスティック意外とですね、操作がしやすいですね。なんか感覚的にこれをくるくる回して音のイメージに近づけていけるので割といいですね。では続いてファズいきましょうか。ファズもジョイスティックはど真ん中で、
これはブレンドになります。こっちに回すと原音が大きくなって、こっちに回すとファズが大きくなると。というふうな感じで、ファズもね意外と操作しやすいですよ。これぞファズという音もなりますね。まあ、印象としてはですね、トレモロもファズも思っていた以上に割と普通のサウンドというふうな印象があります。なので単体だと割と普通なんだけれども、これを合わせることによってちょっと変態チックな音ができるのかなというところで、2つ同時に鳴らしていきたいと思います。まずはジョイスティック両方と真ん中でやってみましょうかね。We'll be right back.